泉一馬の恋ちゃんということで、まあ本当にね、冒頭でこの番組のテンションの 89% まで使っています、小泉一馬、市議会議員です。オレンジのおっちゃんでございます。今日もこの人、小泉一馬がお送りする小泉一馬トークチャンネル。またちょっとね、市役所の館内放送が入ってきました。今日はね、水曜日なんですよね。そういえばね、だからもう5時半になったからみんな帰れよって、もう水曜日はそうやってみんな追い出す、そういう放送が今かかっています。小泉はお仕事中です、収録中でね。まずやりますけれども、あのね、これはもう本当にどういう理屈なんだって、市民利益っていうのは分かってね、市役所職員多すぎるよなって思ったのがこのお話ずんということで、借りた市民農園サラダパーク借りたの借地の賃借地の返還とその後の対応についてということなんでございます。でこれも今日議会宛てね、説明があったんですけれども、まあ、この辺ちょっと見てくださいよ。あのほら、解説が平成6年4月でいいんだけれども、でその下の下、区画76か区画で今利用率なんと 100% です。この市民菜園カリタさん、カリタさんって人の名前、ここね。で、で、遮断王子はこれはいいや。で、一番下のほら、緑の線引っ張ってあるとこ見えますか？土地、賃借期間、令和5年3月31日まで、令和5年の3月31日まで、市が借りた、借りた市民農園、わかりますね。そういうことなんですけど、いや、そのダジャレが言いたいわけじゃないんです。これだけど、令和5年まで借りてるから、令和5年までは長野市が、市民菜園としてね、農園として事業に供する、権利は持ってるわけですよね。なんだけど、なんでか知らないけど、令和5年の3月より前に、今の自分にね、もう返しちゃうと。はあ。で、返しちゃって、ここの市民菜園は、もう要件満たさなくなっちゃうから、廃止しますと。はい。いや、ちょっと待って、令和5年まで借りられるんでしょ？令和5年まで事業継続できますよね。なんで今なんですかって言うと、いや、地主が返せって言ってんですよって。は？ちょっと意味わかんないんですけど、令和5年まで使わせてくれるっていうことで契約してるんですよね。契約してんですよね。契約したんですよね。じゃあ使えばいいじゃないですか。いや、地主が返せって言ってます。ちょっとわかんないんだけれども、それは何？じゃあその地主さんの意向を組むことと市民利益とどういうふうに整合するのか、市民利益はどういうふうに考えてますか、市民利益考えてましたか。え、考えました。地主がそう言ってますって。何を言ってんだということなんですよ。それはね、地主さんは貸しといて返せっていう権利はありますよ。だけど契約で、令和5年の3月31日まで長野市が使うって言ってんだから、それは長野市が使う権利あるわけですよ。でね、誰も使ってない、ペンペン草しか生えてないような菜園ならまだしも、さっき言ったでしょ、 100% なんですよ。利用率76区画もあって、ここ、ここ。100% ですよ、100%。100% ですよ、稼働率。こんな長野市民が愛してくれる菜園をね、なんでそんな地主のわがままに付き合って、ここじゃあ地主のわがままのため廃止。はい、それが市民利益です。わかんないよね。どう考えてもこの話ね、もうすったもんだで、もうだいぶ長いことを今日はディスカッションしましたけど、全然わかんなかったね。まあ、俺思うに地主が怖い人なんかもね。ごめんなさいね、地主さんね。俺知らないで言ってるからそんなこと言っちゃいけないよね。でさ、それ問題なのは、このね、借りてる土地の上に重要な施設が建ってるってことなんですよ。これあんまり図面ないんだよな。これか、ここか。うん。ここのね、ここのね、あのピンクと黄緑のところが、その地主さんの土地なんですよ。でね、ここの黄緑のここの辺、わかります？なんかほら建物建ってるじゃないですか、これ。これが、長野市の
建物なんですよね。これ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 、ほら。農作業小屋みたいなのあるんですよ。で、これ、建ってる土地で、しかも、駐車場にも使ってんですよね。ここのとこね。駐車場にもなってんですよ。見える？この辺、この辺。この辺、あ、この辺。ん？この辺。そうそう。区画切ってるじゃないですか。ごめんなさいね。見えにくいね。ここの辺、この辺。で、駐車場も使えなくなっちゃうし、農作業小屋も使えなくなっちゃうし、で、トイレも使えなくなっちゃうし、だって原型復旧して返すってことだからね、契約解除ってことは。で、そうすると、市民菜園として使えないってことですよね。今まで車で来て農作業してた人たちは、車で来れなくなっちゃう。じゃあ自転車で来いっていうの、クワ担いで来んの？できないよね、そんなのね。じゃあ水どうすんの？水どうやって撒くの？今までその農作業小屋から、まあ、こうやって担いでいったかどうかは知らないけども、それで、負けたかもしれないけどさ、じゃあどうするつもりなんですかっていうことですよ。でね、その農作業小屋とか駐車場とかないとね、その国の、満たす基準っていうのがあって、農機具収納施設、トイレ等の休憩施設、駐車場等がないと市民農園、市民菜園として認められないっていうことなんですよ。あらあら、じゃあここ廃止ですよ。廃止して、だけど近くにね、そういうのを受け負ってくれる団体があるからそこに任せとけばいいやねって。いやいやいや、だってトイレも駐車場も農作業小屋収納施設ない、不便になったままの民間に押し付けて撤退する。それが長野市の再現の運営ポリシーでいいの？いや、契約期間満了だからっていうのはわかるよ。令和5年3月まで引っ張ってきて、で、ここ人気あるからね。もうちょっと減らしてくんない？言ってたけど、ダメなんですよ。だから、しょうがないです、金さん。言うならわかるよ。いや、地主が返せって言ってるんです。まだ5年まで契約残ってるんですけどね。だから、市民利益のためにこれ返します。すいません、わかりません。でさ、これ、出してきたのが、長野市のね、農業政策かってことは、農業政策やってるかなんですよ。こういうところで農業への理解を深めてもらう。食がね、大事だってことを市民に分かってもらう。それも農業の、持続性をね、高める重要な施策じゃないですか。で、地主に言われたから返すの、じゃあどこにね、それ、基本計画なり、その、市民菜園の事業目的と合致するんですか？ガチするわけないじゃんね。で、これね、議案として出してくるんですって、12月に。条例上で運営している施設だから、その借りた市民農園を廃止しますっていう条例出してくるらしいんですよ。冗談じゃないよ、これ。まだ継続できるじゃないかって。これ反対するつもりです。もう今日、さっきり言いました。こんなものがこのまま、この説明ではね、賛成できるわけないでしょ。もう、本当に市民の楽しみである、農業施設？なんでそれ契約してまだ2年間は使える、3年間は使えるのに、なんでここで廃止しなきゃいけないの？全然わかんないです。ということで、小泉は12月議会に臨みたい。ということで、皆さんね、応援してくださいね。特に借りた農園、借りた人、だって言っちゃいました。人で、俺まだここでやりたいんだよっていう人は、どしどし小泉一馬まで、ご意見ください。お願いします。